おはこんばんちは。おはこんばんちは。おはこんばんちは。ギタリストの小崎明弘です。キモネのギタリスト上野和馬です。ギタリストの堀谷敦史です。今日はですね、なんとね、敦史君とは前、前ね、パズルをね、一緒に作って、うん、どうですか、あの大作で、まあ、あんまりでも鳴らせてなくて、はい、でも何回か使ってみて。結構なんていうの、今までファズを普段使ってなかったから、うん、案外使いやすいっていうのに気づいて、うんうん、まあ前からね、あのボリューム絞って、クランチぐらいで、はい、ちょっといろいろ使い方を教えてもらって、こうね、彼も沼に、ね、溜まってきたということでですね、まあ、今日はね、まあ、ちょっと自作キットを、はい、よく出回ってるんでね、うん、あの作ってみようということで、うん、はい、今日は、ね、特別に。あの着物やんから、はい、やった参加できたやと、いやずっと参加したいなって思ってそういいなって、いや一回誘われてたじゃないですか、そう日程合わずでちょっとどうにかしてね、どうですか日程っていうのをすごくあの丁寧に誘ってくれてたからもう本当にもうね、なんかそういうちょっと希望があればね、ぜひちょっとお呼びして、はい、面白い企画ができたらと思って、今回は市販キットを、おのおの購入してきてですね、はい、あのそれを組み立てていきたい、はい、企画になってるんですけども、はい、私君何でしたっけ、ね、自分はね、オーバードライブ、オーバードライブ、はい、カズマさんが僕はオートワードですね、はい、僕はあのいつも通りファズでございますそうですね、まあ、この動画を機にちょっと作ろうかなっていう風になってくれたら嬉しいです、そうですね、はい、じゃあ早速、制作工程にね移りたいと思います、はい、はい、レッツゴーレッツゴー、はい、ではですね早速作っていきたいと思うんですけども、はい、今回僕が作るのはですね、あ、ちょっといいですか、はい、あざす、はい、あのファズアトロン DIY ファズペダルキット、これね、日本のやつじゃないんですよ、どこの知らないメイドインなんとも、あ、書いてない、これね、サードマンハードウェア、ちょうど指でちょっと隠れてると思う、ごめんなさいね、サードマンハードウェアっていうところのファズ、あのスーパーマーケットのおもちゃ売り場に並んでそうなルックスでしょう、なんかね、懐かしい、なんかトイザラスを感じる、そう、うん、で、面白そうで買っちゃいました、ね、なんといってもこのね、筐体がねちゃんと四角じゃないんですよね、パズらしい、はい、なんか、昔のやつだ、本当に最悪、この、あの基板がね、あかんくなってもこの筐体だけでもちょっとなんかやれるよね、はい、価値はあるかなと思って、未来はなんかね、僕ちらっと見たんですけどジャックホワイトかなんか関連なのかな、へー、はい、なんかまあそんな感じなんでね、あのもしあのちょっと興味あるなっていう方はこのサードマンハードウェアっていうところをね、調べていただけたらと思います、はい、はい、続きまして、はい、着物屋の東さん、はい、はい、僕は KGR ハーモニーさんのところの、はい、ブルーフロッグワウで、オートワウ、はい、オートワウ、オートワウだったんですけども、もともとこんな感じで部品とか綺麗に分かれて、まあ、スイッチ類とかジャック類とか、うん、基板もこんな感じで、はい、あの部品をね、あの、はい、ここに入れますよってなんかちょっと R15、16、17とあの進んでいくやつで、これをパーツリストに書いてある、ね、書いてありますって感じで、そうあ、なるほど、そう、あ、俺ってオレンジのことやってるな、はい書いてた、オレンジって俺って俺、オレンジって俺、オレンジ俺、オレンジゆるいなーですね、僕、はい、あの SNS でアップしたんですけど、はい、KGR ハーモニーさんの携帯もシルバーだったんですけど、はい、なんかやりたいなって思って、はい、なんかすごく出来上がりが素晴らしかったので、あの自分でホワイトを入れて、いやいいっすねこれ、はい、ブルーフロッグということで牛ガエルちゃんを描いてみました、はい、白で着物屋のイメージにもぴったりじゃないですか、なんかちょっと和な感じ、和な感じがして、ね、そう、長寿ギガっぽい感じしたいなということで、はい、筆で描いてみました、ぜひねこれ共感性したらもしかしたらライブでも、え、もう使うと思いますね、はい、足元にね、足元入れたりとかやろうかなと思ってます、はい、ぜひぜひやっていただけたらと、はい、はい、じゃあ次アトシ君、はい、じゃあ僕はあれですね、タッキーバーツ.comさん、きた、おお、タッキー&、タッキー&、自作キット、自作キットを探すの初めてやったから、いろいろ見てみたんだけど、もうやっぱりなんか、その一番上に出てきたのがタッキーパーツやったんで、まあ、そこで見て、バーナーっていう、バーナー、オリジナルキットを買わせていただきました。バーナー何系なのかが全く予想つかない、で書いてる曰く、うん、
のアメリカン系サウンドとブリティッシュ系サウンドでトーグルスイッチで切り替えができるようになってるそうで、使い勝手良さそうですね。そう、で結構自分アメリカンな音結構好きなので、はい、でブリティッシュだと結構使い勝手いいかなとは。なんかパッと見あれですもんね、真鍮筐体の某エフェクターがあるじゃないですか、日本の有名な、なんかそっち系かなって一瞬思ったんですよ。お世話になってますね。そうです、確かにお世話になってますね。僕も丁寧に丁寧に書かれてますね。これがね、多分海外と日本の違いかな。僕の見てください、これ説明書入ってないんですよね。いやもうただちゃんとパッケージされてるから。ドゥーンって言わせよ。いやこれね、DIY だな。そう、本当動画見て作ってくれみたいな感じで、ホームページに書いてあるんですよね。うちのパーツはこんな感じですね。わ、すごいすごい。ちゃんとロゴとかもね、ちゃんと入ってて。あ、それシール？そう、この名前のシールかな。なるほど。筐体がこんな感じですね。で今回ね、また声の出演になるんですけども。はい、前回と引き続き、はい、猪熊氏にお越しいただいております。猪熊先生、よろしくお願いします。超爆乳魔法少女の猪熊です。それ言っちゃうんや、それ言っちゃうんや。猪熊さんは、あくまでお助けぐらいの立ち位置で、できるだけ僕らの説明書見たり動画見たりしながら自分らで組み立てるっていうのがテーマです。頑張ります、はい。で、主に工具の使い方とかね、しっかりちょっと猪熊先生に伝授いただきながら、はい、作っていけたらなと思います。はい、お願いします。はい、でね、早速ね、これ、用意したものがね、ワイヤーストリッパーですね。はい、ワイヤーストリッパー、かっこいい、かっこいい。ワイヤーを脱がすんですね。脱がす、はい、注意的なね、もう本当にね、この線形もちゃんと書いてあって、中の導線を出すときにね、多分ね、ニッパーとかそんなんじゃ中までね、バチッていっちゃったりとかするので、はい、ぜひちょっとね、作ろうと思ってる方はこれ準備してください。結構ね、あと挟んでキュッてこう取る、簡単に取れるんでね、絶対工具最初にお金かけるんやったらワイヤーするんですね。これですね、はい、これ僕もね、戦国伝承さんで購入しました。はい、いやそんな高くなかったな、2000円ぐらいあったら買えるかな。はい、で、ハンダゴテはね、もちろんちょっと失礼します。もうホームセンターであるので大丈夫です。これはね、先端に今猪熊さんがしっかりハンダを塗ってくれてますので、はい、こういう風に準備していただけたらなと思います。はい、あとはすみません、カズマさんの言いかかりで、はい、ニッパー、これは100均、100均です。よし、バッチリ、はい、よし、でピンセット、これも100均、はい、これも100均素晴らしい、はい、大丈夫です。左手は、左手の指の皮厚いから。はい、ということでね、早速取り掛かっていきたいと思います。頑張るぞ、いくぜ。昔のバズアラウンドみたいな感じ。バズアラウンド今出てこない。うん、あ、よかった。こういうね、バズアラウンドはすぐね、ゾンクはちょっとこうね、一段になってるんですね。はい、ちょっとこの形のパズはいいな。え、これちょっと待っていいですか。そうだね、ゴム足、はい、適当すぎません？これね、はい、そう、これね、もうちょっとなんかどうにか切ることできなかったのかなって。まあね、ボードに入れたりするときは、マジックテープなので、はい、考え出したので、出てるな、出ますね、匂いが、ね、日本のブティックでもたまにそれで完成品のペダルが入ってる場合もあるんで、ね、ああ、なるほどね。でこれ一応今iPad をお借りして作ろうとしてるんですけど、はい、PDF でね、パーツリストと作り方をダウンロードしてくれて、はい、最先端なのか何なのか、ね。はい、ということで僕は、はい、このまま作りに入っていきたいと思います。頑張りましょう。はい、これね、僕今ここまで一番早いですけど、このね、表面、あ、なるほど、そう、この表面までハンダが来てるのが割といい例らしいです。あんまり表に出すぎると良くないんですけど、もう8割ぐらい上がってるのが
で、裏は僕ね今2つしたんですけど、はい、こっちはちょっとハンダが多くて、はいはいはい、こっちが理想形。理想形、まあ、この感じでね、ハンダ付け進めていけたらなと思います。はい、はい、頑張ろう。よし、頑張ります。完成が見えてるぞ。イエーイ。これ見てる人何を見させられてんねやろって思うんですよね、今のこの段階ってことね。でもね、パズめっちゃ部品少ないです。やっぱ好きやなね、それ。でも久しくこういうのやってないから、ちょっと同心に帰っちゃうな、すごく。よし、早い。早い。数ヶ月ぶりのハンダ付け。はい、どうですか。手が震える。はい、ブルブルと。堀井先生、バッサリ髪の毛いってます。いつ頃切ったんですか。切ったばっかせんの。切りたてほやほや。わっ、どうすか。わっ、めっちゃ大玉になってもた。わっ、見せてもらっていいですか。めっちゃめっちゃ大玉になってもた。やばいやばいやばい。これね、余談なんですけど、ハンダを買うときに、これ今回カズマさんがね、はい、ハンダを購入してきてくれたんですけど、これはね、鉛フリーって書いてあるんですね。できればエフェクターのハンダは鉛ありのやつを、はい、購入していただけたらなと思います。その方がこれ音がいいですね。初心者は作業がしやすいですね。ああ、何が違うんですか。もともと鉛ありのハンダを、はい、人間たちはまあ、何十年何百年使ってたんですけど、はい、鉛が水に溶けると健康被害があるという、はい、はい、はい、そうですね、はいはい、そういうところで鉛をやめましょうっていうのをヨーロッパが言い始めて、でローズっていう企画があって、まあ、エフェクターとか海外も買うとローズって書いてあるんで、これ見るとあ、これかってなるんですけど、あれはもう鉛を使ってませんよっていう証明で、その環境に配慮していますという、そういうふうになってきてるんですね。付け心地的にはそんな変わりない。ね、やっぱり後から開発してるんで、その鉛フリーっていうのは、はい、90年代にみんなこうローズちゃんとやってみたいな、80年代の終わりとかからかな。ちょっと具体的な年代忘れたんですけど、なんで結構最初の頃は問題が多くて、ハンダがつかないとか、ついたんだけど、そのちょっとウィスカっていうすごいマニアックな単語があるんですけど。まあ、なんか金庫みたいなのが入って勝手にこう他のところとショートして壊れちゃうとか、あ、そういう問題は昔はいろいろありました、ね、いやー、不器用さが出てる気がするね。これは基盤の上でアリさん買ってます。アリさんいますね。いますかね。アカリさん、なんでそんなに大きくなったんですか。大丈夫ですか、それ大丈夫ですか、それ大丈夫ですか。KGR さんのやつ、これ、はい、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい、これ。これノブとワッシャー。ワッシャー、そうですよ。そう、ね、自作キットのワッシャーとかそういうのってね、プラスチックのちょっと安っぽいやつが多いんですけど。そうですね。ね、めちゃくちゃ綺麗。緑で、ね。緑もいいじゃないですか、着物や。僕緑大好きだから。ね、イメージカラーですよ。イメージカラーなんです。使ってるギターも緑やし。キノファクトリーさんの、ね。でもそうですね。でもなんか元々セレクトしてくれたのは小崎くんがこれどうですかって言ってくれて、あ、確かに送った。でも偶然のあれですね、産物ですね。嬉しい。すごい、これがだからこうなんのかな、ね、これがつけてカエルのお腹に出てそうな、はい、あ、すごいすごい、あ、そういうことか。そうそうそう、になるかなとも思って。すごい、さすがですね。いや、このままね、じゃあちょっと頑張って頑張ります。イエーイ。向こうはやっぱりそのガレージで物を作る文化があるんでね。ああ、 DIY。 それこそ車なんて自分で直すっていう意識だもんね。結構海外見てたら、例えばドラムのスネアドラムのシェル金属のやつは叩いてハンマー
至るところにと喋っているところにとごめんなさい。僕は大丈夫です。いやでもそれが面白いなと思って。今いい感じに語ってくれてるところにマッチマッチ。ダムしてごめんなさい、ね。ギタリストの音でね。今ちょっと話になってたじゃないですか。会話が止まる。レサビのほうほうほうあのベンダーアンプ。あ、ブリーキな、はい、ブリーワンとか、あ、そうそうそう、マークツとかマークワンとか、もうあれとかはすごいやっぱいい音やなって思っちゃうんですね。多分適当にコンプ感のある歪みとか、ブリーの音ってでもなんかクリアというよりはなんか、そうなんか昔メサブリといえばなんかもうザメタル感みたいな、全然勝手に思ってたんですけど、メタルとかちょっと埃がかかったようななんかもうなんか鉄板みたいな、なんかすごい、それでも一般的なメサブリーの多分初めて見るメサブリーってそうやと思うんですみんな。そう。やっぱどこまでやったか分からへんかな。お疲れ様です。お疲れ様です。完成しました。それ僕の僕の。やったぜ。僕の。最速。でも筐体やっぱかっこいいですね。かっこいい。ちょっとヴィンテージライクのノブだよねこれは。そうですね。なんか。なんかいいねこれこの。これね確か1万2、3千円やったかな買った時。ああ割と。結局どこかわからないんだよね。でも生まれはこの子。生まれはわかんない。サードマン。サードマンの生まれはどこなのか。はい。でも ね、あのサードマンハードウェアって調べたらね、ね出てくるんで、これでも。なんかあんまりでもアメリカっぽくないかな。なんかやっぱヨーロッパかな、なんか。そっち。なんかね、欧州な匂い。この黒のね、仕上げもね。うん、ね。その僕もっと安っぽいんかなと思ったら、うん、割とちゃんとしてる。マット。そうそう、マットで。安っぽくはない。あのね、こういろんなものを散らかしながらやるので、あのね、もうね傷が結構いってます。ああ、まあ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 、全然全然スイッチの部いいな。うん、そうそうそう、いい感じ。これね、いいよね。完成しました。はい、第1弾。イエーイ。じゃあお二人続き頑張ってください。はい。来てますね。ああ、来てる。来てるやん。一発で来てますね。めっちゃノイズになってるけど。